独立機関式冷房装置とは、バス車両や鉄道車両などで、走行用機関とは別の専用機関を、動力源として利用する冷房装置の一種である。サブエンジン式冷房装置とも呼ばれる。鉄道車両では主に機動車に搭載される。これに対し、機関直結式冷房装置は、車両本体の走行用エンジンを、冷房装置の動力源として利用するもので、単に、 直結式とも呼ばれる。気管直結式冷房装置は走行用エンジンを空調用コンプレッサーの動力源とするが、冷房装置を稼働させると動力性能が低下する難点があった。このためコンプレッサーの動力源を別に設けることで走行条件に左右されず安定した冷却能力を確保するために独立機関式冷房装置が開発された。 安定した冷却能力の確保という点から大型トラックの冷凍冷蔵車でもサブエンジン式保冷装置を採用する事例が見られる。動力源は乗用車や SUV、小型トラック、フォークリフト、産業機器に使用される消排気量、ディーゼルエンジンを採用することが多い。一例として三菱不走、エアロキングでは三菱、ジープで採用されていた。 三菱 4DR5 型を冷房用エンジンとして搭載していた。また、電装のバス用エアコンに組み合わせる豊田自動食器に DZ ディーゼルエンジンは直列4気筒で排気量 2000cc、最高出力 32kW である。直結式とサブエンジン式における外見上の違い陶器に備え取り下ろしたユニット路線バスでは低消化や 省スペース化の観点から、冷房装置は、機関直結式がほとんどで、独立機関式は、路線バスの冷房化が始まった1970年代に見られた程度であったが、日本国内の観光バスや高速バスでは広く普及した。1960年代に国鉄バスで、高速バス用車両を開発した際は、試作車及び、名神高速線向けでは、 機関直結式を採用したが、勾配区間では、パワーダウンに悩まされ、さらに、市街地では渋滞で思うように冷房を使用できず、バッテリー上がりを起こしやすかった。この反省から、透明高速線向け車両の開発にあたって、冷房には、独立機関式が採用され、当時の日本国内の観光、高速バスでは、標準的となった。しかし、日本国内でも、 床下荷物室の容量アップのため、空港リムジンバスを中心に直結式冷房が採用されていた。2000年代に入ると、CO2 排出量やメンテナンスコスト低減の観点から、機関直結式が見直されたことや、日本国外の観光、高速バス車両では、機関直結式が主流であることから、日野、セレガ、イスズガーラの二代目モデルや、三菱不装、 エアロエースのポスト新長期規制対応者では、独立機関式エアコンの設定をやめ、気管直結式エアコンに一本化している。日本国有鉄道では4、ドラゴンクエスト型発電セット、4ボルト系型発電セット、AU34 型が代表的である。4ドラゴンクエストは一等車、グリーン車、寝台車、食堂車、キハ 58K の初期冷房車、例改め車、 4ト系はキハ5 8系2 0 0 0番台、キハ65型などの3両給電用に採用された。AU34 はキハ31系、キハ38型で採用されたのを皮切りに、国鉄分割民営化後は JR において一部の国鉄機動車の冷房化改造で採用された。私鉄では、トヨタ 2J とトヨタ 2DZ が代表的で、トヨタ 2J は、 小港鉄道機ハ200型と関東鉄道機ハ300系、トヨタ2 d z は関東鉄道機ハ300型で採用された。鉄道車両で基本的に車両の床下に搭載されるが、2機関装備の機動車など床下にスペースがない場合は床上に機器室を設け、そこに搭載する場合もある。JR 北海道の座敷機動車のキロ59系、 月ハ56 k 550番台の冷房化の際に、この方法が用いられた。ありがとうございます。